なたのことを考えている。シド影野くん、あなたはどうして私にチョコを？もしかしてお父様の言うように私のことを？勇気を出してシドくんにもう一度会ってちゃんと確かめないと。次回暴虐と流血の剣術大会。でも本当に確かめたいのはあなたの気持ちじゃなくて私の気持ち。